どこから見つけたんやーみたいな。すごいね。17期生さんの配信で発表。そうなんだ。そうなんだ。誰か見てたとか。なるほどなるほど。皆さんと決まってる誰かの方、名前とか。わかりますよ、私。17期生さんみんな知ってますよ、私。私もね、本当に聞いてなくて、ん？みたいな、そうなの？みたいな。今、本当にしかもちょっと前で。もかもね、知らなかったですね。安否とかも知ってたのかな？全然聞いてなかった。STU17 期はもう、だいぶ先やな。皆さんと、それとも決まってる方とかなのかな？わかんなくてね、本当に。何回かフェスでね、一緒に会ったことはあると思うんですけど、多分そんな、なんか、そんなにお話とかはしたことないですね。そう、サンリオの時一緒だったんですけど、まあ本当にすれ違ったぐらいで、お話とかはないですね。アイリーさんと平田由紀さんとそらさん、みんなわかる、もちろん。てか全員知ってる、全員17期生さんもよく見てるんですけど、見てるんですけれども、みんな可愛いですよね。びっくり。アイリーさん、もちろんもちろん、姉妹で ね、姉妹で、そう、妹同士、そうそう、妹同士なんですよ。だから、緊張しちゃう、向こうが後輩だから。そう、でも私あんま、STU さん、SKE さんとかと結構コラボとかでやったりしてると思うんですけど、私あんまりしたことがなくて、お姉さん、知ってるよ、佐藤さん姉妹の一緒に撮ってる写真とかいっぱい見たことあります。ももはね、テレビとかでは出演させてもらってるんですけど、そうです、そう、佐藤姉妹さん。 そう、こんばんは。他のグループさんと最近は一緒になんかをするっていうのはなかったから、多分ないよね、多分。やけん楽しみです。でもなんかね、緊張はするから こんばんは。今知ってびっくりしました、本当に。東京に行きますね。私そこら辺の時の日は東京ら辺にいるので。今日誕生日です、おめでとう。同年代、
だね。そう、黒フェスもあるし、フェスがあるので東京にいます。ミスティーズちゃんね、あったね。どこでね、コラボ配信するか。東京ではあると思うんですけど、どこでかわかんないね。また本当にね、何も聞いてなかったの。いやけんもう何をするかわからんし、そもそもコラボすることも知らんかったし、やけんまたお楽しみやね。何するんやろ、何すると思う？何すると思う？こんばんは。対決か。何の対決かな。でもモノボケやだやだ。私全然本当に知らないですよ。17ニキヤズって感じ。違う全然ブーブー、そんなことない。萌えゼリフ、嘘、得意な子いるの向こうに向こうに萌えゼリフね。萌えゼリフで言ったら安否がいるので、あの安否に託します。でも可愛いよ。ありがとう。お兄ちゃんが言わないですよ。言わないですよ。私あざとくないから。楽しみながら行ってきます。全然、うん、明日よろしくね。別に対決とかそういうのじゃなくて、なんかそう普通に仲良くなれたらいいなみたいな感じでいけたらいいなと。小声だよ、うん、小声だよ。夜だからね。こんばんは。あ、そうだ、明日のサイン書くんだったよ。そうそう、明日のサイン半分ちょいぐらい書いて、あとちょっとなんですけど、バッグの中にね、もちゃん JK で、そうですね、 JK ではないですね、今はもう。
曜の分の日曜の分のあれも書いてて、で日曜の分はねまた写真が変わっとって、そう写真が変わってるから、なんて言おうとしたっけ写真が違うそう土曜日のやつは絵をつけてるんですけど、日曜日の方はまだ描けてないんやけど、なんかねどっちかっていうとね可愛い言葉書いたらいい感じになりそうな写真だったのね。なんか結構漏れとって、漏れとるというかいい感じになってて写ってて、でなんかちょっとキュンとする一言みたいな感じを書いていこうかなって思ってます、日曜日の写真には。そう言葉重視で日曜日のやつは行った方がいいなっていう写真だったのやけん、それを書こうかなと思ってます。キュッキュ言う、これ今はまだ土曜日のやつ書いてて、明日の空いてる時間とかに日曜のやつをね書こうかなみたいな。9枚ねめっちゃあるじゃん。3枚ぐらいポーズ頑張って考えて、私も考えるから。日曜の写真か、うん変わる変わる、それがね結構お気に入りなんよ今回。まだ見せれないけどさ、だからちょっと言葉系にしようかなって思ってます、その写真。これキュッキュ言うの私の書き方なんかな、なんか薄い月ライブ写真、うん明日のはそうかな、明日のはそうですね、明日のやつはそうだけど、桃組の合間、そんなんあるんだオルナミンシートアイスボックスいいね。日はちゃう、うん多分ちゃう、そう明日は無事にお仕事お休みで、お話し会よかった、待ってるよ。配信でする読みないわかんない、全部は読めないかもしれないけど時間があれやけん、普通にお楽しみに。アイスボックスだからコメントいただけるんや、すごい。明日もかワンワンだっけ、明日がワンワン、明日はん明日もかワンワンだよね、違うっけ、明日はうさちゃんが2日目よね、日曜日申し込んでまたよかった、明日ワンワンか、明日のワンワンもめっちゃかわいいよ、この土日はアニマルデーなのでお楽しみに。明日がそれ、明日がワンワンだと思うよ、
え、明日うさぎ？あら。明日がうさぎ。明日がうさぎさんか、あれ。ん？そっか。そっか、ごめんね。私がじゃあ勘違いしてるわ。明日ワンワンかと思ってた。両方あるので大丈夫なんですけど。忘れたの、そう、どっちか忘れちゃったけど、どっちもの量用意はしてるんよ。やけん大丈夫やけど、どっちだっけっていう。うさちゃんか、明日。めっちゃ反対やと思っとった。ごめんね。まあまあ、ツーショットうさぎさん、うん、明日うさぎさんか、間違えちゃいました。ごめんね。見ごけんどうかな。明日うさちゃんでしたね。うさちゃんの絵も描いとこう。生写真、なんかさ、生写真のさ、写真さ、難しすぎんやつでさ、ある？なんか、サリさん書いたるやん。話が恥ずかしくて、来てよ。大丈夫。人参か、キャロットね。ん？キャロ、うん、キャロットか。なんで英語で言ったんやろ今。でもさ、人参ってわかるんかな、これ。大根にも見えるんです。ツーショットさん、明日さ、サイン何時間見るか。でも結構書いてるんよね。え、ごめんな、違う。キャロットわかるね、みんな多分。もう、ちょっと難しい英語を覚えんすね。でも私ずっとさ、英検を取ろう取ろうって思いつつずっと取ってない。サイン5時間目ありがとう。英検、英語の勉強何級受けたの？12級です。絶対無理だろって思ったでしょ。
暗記して頑張ったらいけるかなって思ってずっと半年ぐらい経っちゃった。面接難しいよね。ねえ、わかるわかる。そう、12級ってどれぐらい難しいと思いますか？ね、こんなこと言ったって多分全然受けんから大丈夫やけどね。いや、思うかもね。めちゃめちゃ本気で頑張ったらね、めちゃめちゃ本気で頑張ったら、その問題を解くやつはまだその暗記してめっちゃ頑張ればいけるかもしれんけど、あれ、面接がね、受かる気がしません。英語で話せね、英語頑張りたいんですけどね。あ、でも留学はしませんよ。そう、会話するのが難しい。でも私の親友ね、2人ってかクラスの友達2人ぐらいが中学3年生で12級受かっとったんよ。あ、素晴らしいと思いながら見てました、中学校の時。あ、すごいなと思って。私5級しかまだ持ってないんですよ。ああ、あの中学校の頃の友達なんで。This is a ペーマなんて5級ぐらいじゃないですか。 This is a ペーマ。みんなすごいよね。5級あるんよ。めっちゃね、中1とかに受けたんですよ、5級。なんで受けたんみたいな。そっから受けてないからないんですけど、5級中1で受けたんですよ。そうだ、もう本気で頑張れば、本気で頑張る。そう、覚えてないか昔。そうだよね、私だって高校の英語全く分かんないもん。やけんやばいよ。でも多分そんなこと言ってるけど取らん、そんな急には。英語ってむずいよね。英語って難しいよね。わかる。3級で高校受験。あ、そうなんだ。3級がだいたい中学校の全部みたいなイメージ。3級受け取ったらよかったんやけどね。中学校は結構英語も頑張ってて理屈とかまで考えてたんですよ。もう今も全然わかんないけど、わかんないけど、あのリスニングなんとなく、そうだね、収穫から山がウェブに通う。山がウェブ見てください。入りたい、選抜に。山が選抜。
リスニング配信、そうなの、私やったことないや。選抜は7人までやっけ。で無料のやつも、写真集出すの、そんな出せるほど全然なんで、まだ足元にも及ばないから、まだ物発するんだけど、おそうなんだ、有料版のレンタルなんよ。そうなんよ、そうなの、みんながそう、本当に何回も何回も見たら飽きちゃうと思うんですけど、何回もレンタルしてたらもうなんかもうね、あ、もうももちゃん見飽きたよもうって思うかもしれんけど、もうよかったら延長して見てくれたら喜ぶよもうなんかね、もう見飽きたわって思ったら本当に申し訳ないんだけど、お願いします。裏話？え、なんやろか、裏話か。でもね、本当は有料版のところとかに載ってないんだけど、なんか本当はお絵描きとかもしてて、ノートみたいなのがあったから、ノートに可愛いウサギさんを描いたりしたんですけど、そのシーンがね載ってないので、そのウサギさんの絵も本当は持ってるんですけどそのシーン使われとったらその絵をみんなに送ったりしようかなとか思ってたんですけど、あとはなんか横向いてうつむいてぼーってしてる写真とかは、なんかいろんな、いろいろ考えながら撮った、考えながらっていうか結構これぐらい、結構すぐあとこれぐらいです。なんだろうな、でもなんか私のピンクの服着てるところはもうなんかザ・デートみたいな感じの設定じゃないけど、そんな感じで、その緑の服着てるやつの設定とかはないと思うんですけど、ピンクのやつは本当にデート、私もなんかいないんですけど誰かとデートしてるような気分で撮ってるので、いないんですけどね、誰も横に誰もいないんですけど、そんな気持ちになってるような気持ちで私も感情移入して撮ってるので、なんかこれを見た時にデートしてる気分になってもらえたらいいなって、そう、手をつないでる感じも、あれもね、裏話というか分かると思うんですけど、手をこういう、こうやってこんな感じで撮る写真があると思うんですけど、そうですね、普通に何もいない空気と手つないでってやってる写真ではいい感じに手つないでるようにこう取り、こんな感じで取り出てるんですけど、実際はこうやってもう空気と手をつないでニコってしてますそう、だからみんなが見たら私と手つないでる。有料の1位から3位が、これ関東で合ってる、関中関末、気遣ってて、どういうことどういうことだ、そういうこと、そうなん、そうだから皆さんと手をつないでる。1位から3位、4位から7位が、無料の1位から5位が
でもそう、多分もう無料のは7日間なんだよね、間伐。そう、イベントはね9月ぐらいまで続くんですよ。めっちゃ長い道のりなんですけど、コツコツ頑張ってたら可能性があるものではあるから。無料のはそう1週間で、無料のに残れるかっていうのは、そうそうなよね。無料のやつってそのあれかもね、そうもう上がることができないから、多分もう無料のところはだんだん名前がなくなっちゃってる、行く気がするので。そう、あともう下がるので、そうだね、そう目指すは1位から3位で、4位から7位もには入れるように頑張りたい。これも写真集の一歩でもあるので、よかったらお願いします。よろしくお願いします。頑張ろう頑張ろう。そうですね、ちょっとずつ配信とかでお願いする機会が増えると思うんですけれども、そう、以前のこの前の発表では6位だったので、ちょっと3位以内に乗れるように、めっちゃ難しい目標だと思うんですけど、めちゃめちゃ難しい目標なのかもしれないけど、可能性はゼロではないので、何をすればいいの。これはそう、ヤマガウェブでモモカのやつが出てるんですけど、それの有料版が500コインなので、まあ500円ワンコインなんですけど、それをレンタルしていただけるとポイントになって、そのポイントが高い人がその1位から7位までに入れたら、そう乗れるんですよ。雑誌で。500円ワンコインで、よかったら見てみてください。500ポイントで、そう、10日間レンタルできます。10日間、よかったらぜひ見てみてください。なかなかね、ちょっと見てくる、ありがとう。そうですね、どっちかって言ったらやっぱ無料版もいいんですけど、無料版もいいんですけど、やっぱ有料版の方が、わーおって分かんない宣伝の仕方が分からん、いいねーってなると思うので、もうかもどうやって宣伝したらいいか分からんのと。いいねももちゃんってなるはずなので、ぜひそうですね、10日間を見たらまた10日間レンタルしてくださったら飛び跳ねます、飛び跳ねて喜びます。なんかやっぱこういうこのグラビアをもし勝ち取ることができたら、また他にもももちゃんこのグラビアに呼ぼうかと言ってくれるかもしれないから、こうどうしてもここは頑張りたいですね。
大人っぽい感じがある。そう、今本当に皆さんがね協力してくださってるおかげで、無料版の方も有料版の方も名前がランキングの中にあの発表今入ってるので、すごいめちゃめちゃ感謝してます。みんな見てくれ、結構もう出てからしばらく経ってるのに見てくれてるってことだから、そう選抜に入ったらわかんないけど、もしかしたらセクシーももちゃんかもしれないんで、またいろいろそういうね機会が増えれるように今回これを勝ち取りたいなと思って、そう写真集とかにもつながるかもしれんし、普通に雑誌とかにももっと読んでもらえれるかもしれないので、そういつか、そう写真集はまだまだ本当にめっちゃ距離的に超遠いところの目標なんですけど、もう本当もうなんか1万キロぐらい離れてるぐらいの目標なんですけど、こう掴み取れることで一歩前に行くと思うので、皆さんのが協力してくださったら嬉しいです。ちょっとね飽きちゃうかもしれないんですけど毎回同じの見とったら、そうですね、また BLT さんのソログラムやるのかね、アンケートか、そうですね、みんながいろいろツイートとかしてくれるのもめちゃめちゃ力になるのでね、よかったあのグラビアのやつとかもたくさんリツイートをしてくださると嬉しい。有益者、有益者を超えられないです。また違う良さを私らしい良さを出せるようなねものをいつか出したいんですけど、沖さんの有益者めちゃめちゃ楽しみに今待ってます。一気に100日レンタルがおすすめ、え、あ、そんなのできるの、そんなのできるの、感想ツイートするし、え、嬉しい、ぜひあのなんかリツイートとかあのやつしてくださったら喜びます。私も頑張ります、いっぱい見てもらえるように。木本先生がタイトル考えてくる、え、そうそうなんよ、なんか私いつかもし出せたらよ、いつか、本当に無謀な夢なのは分かってるよ、分かってるけど、いつか出した時に、あ、5000ポイントで一気に100日レンタル、あ、そうなんだ、最大110日できるんだ、へえ、そう、その先生、秋元先生とお会いしたことはないので、なんか私のどういうイメージ、私の子のはどういうイメージなんだろうってすごい気になっとって、なんかその帯のコメントをなんかすごい気になる、なんかどういうことを書いていただけるのかめちゃめちゃ気になるんですよね。それは本当ちょっと見てみたいなって、もちろんあれもなんかあのタイトルとかもどういうイメージなんだろうっていう(笑)めっちゃ、それはでもみんな思うことだよね、それは。
さんのなんか強そうですね。強そう。そう、気になる、めっちゃ。なんだ、逆になんだと思う。なんだろうな、私のイメージって。日本のやつでかっこいいな、なんかタイトルなんかかっこいいね。お魚さばかいいね。いやなんかもう一瞬でコーチの子やなーってわかるね。一世もかな純粋さ永遠に変わらないだろ。いいタイトルヤホミちゃん、ヤホミなんか元気なやつになりそうね。水着で釣りする人見たことないな、あるんかな。桃沼にハマる。まあそんな出せるぐらいねえ結果を出すことがまず先なんですけどね。三期生気になってるメンバー、うんー、でもまだあんまりお話したことがないからわかんないんだけど、みんな本当に可愛いなと思って今は見てるところです。5000ポイント購入、ありがとうありがとう。もうタイトル桃の桃、なんかそれいやらしくない、桃の桃。めっちゃお尻みたいなそれ。もう以上に可愛く見えません。いやいやそんなことないですよ、みんなめっちゃ可愛いです。想像力豊か、想像力豊か、どういうことだ、どういうことだ。いや変態な人がいる、コメントに変態な変態さんがいる。うわ食べたいぞ。コンサートしじみ取れてセリフス、あれこの間も聞いたけど気のせいだっけ。あれ写真集出ないかな。そうですね、出せるような人になりたいですね。
もう歯が好き、もう多い。すみません。あとちょっとですね。何描こうかな。このクマちゃんでも描こうかな。コックさんのクマちゃん。今すぐ寝落ちな桃の天です。ちょっとありそう、ちょっとありそうだぞ。私絶対セーラー服で撮りたいんですよね。なんかセーラー服好きなんですよ。千穂さんがセーラー服で撮ってる撮ってるシーンが写真集のすごい大好きで、すごいプールの中でセーラー服着てるのがめちゃ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 大好きで、そのセーラー服昔から好きだから履かない感じので撮るのめっちゃいいなって思ってる。なんかちょっとレトロな感じがして、よく、すごいね、よく覚えてるっていうか、そう持ってるんですけど写真集、そのもうなんか一番頭の中に残ったの私の中で、うん、春夏秋冬いいね。セーラー服でさ、四万十川飛び込みたい。でも怖そう。顔が保てんな、あの高さから飛び込んだら。あーってここ伸びて、あーってなりながら、あの飛んでる人がいるみたいな。四万十川の橋、橋っていうんですか、あれあるじゃない、あそこから飛ぶ子いるんですけど、こうめっちゃ怖いと思う実際。感じ。薬師丸ひろ子さんと橋本環奈さんがやってたやつ。セーラー服と着感じ。ママが好きでよく歌聞いてました。制服でプール、そういいのよ。なんでだろうね。めちゃめちゃいいのよ。そんな高さ、そう高いんですよ。四万十川を多分。飛んだことないけどね。朝ドラで、朝ドラ見てるんで、私も見ようかな。コーチの素敵な視線ね、いいよねやっぱ。うん、制服とプール合う。てかめっちゃなんか緑のところ、めっちゃ田舎なところでセーラー服着てたい。高知のどっかで。桃の天然水の CM。いいよね。道の駅いいね。まずは口に出して言えるぐらい頑張らなきゃ、いろんなこと目標として言えるぐらい、
内港水族館ね行きたいね。サメがねプールにいるんだよ。めっちゃ行きたいんですけどね、なかなか村と遠いよね、端っこなので。野生パーク私のオーディションの場所だ。そうだね、まずは山が選抜だね。頑張ります。順位が上がれるように次の発表までに目指せ3位以内。ヤンモモ、ヤンモモいいね。そうです、今日はそう11時ぐらいに終わりますよ。もうちょっとでなっちゃう。この10日間終わったら長い期間延長する。ありがとう、ありがとう。57分か。じゃあこの1枚が終わったら読むね。明日はね1時間目からかな私。頑張って朝起きて髪可愛くしようと。オッケー。まだちょっとあるんですけど、多分明日も書く時間あるので多分これぐらいだったら全然大丈夫だと思います。これぐらいはあとあるんですけど、これぐらい書いたのでコンサートの感想、確かにそうやね、待ってるよ感想も。またれないように余裕。いやそのねサイン会は絶対間に合うと思うんやけど、もう一個ね本当は書かなきゃいけないサインのやつが、明日までのやつがあって、そのサインとかのやつではない、サイン会のやつではないんだけど、そっちがねちょっと焦ってる。そっちは頑張ります。会社員なら深夜での時間ありがとう。全然全然、私楽しく話してるだけだから今、うん、明日はうさぎさんで会いましょう。ちょっと待ってよ。ちょっと楽しみね。ハッシュタグ作ってみた。ももちゃんを山が選抜へ。ここに書いた、ウェルカムのとこに。感想とか、つぶやいてつぶやいて。もーちゃんを山が選抜。ハッシュタグ頑張ろう、第一歩だ。よかったらいっぱい見てください。明日はお話し会もみんなに会えるから楽しみにしてます。うさぎさんになりなるので、あのお楽しみに。うさちゃん、うさちゃん、お疲れ、ありがとう。
ヤバガレーブ追加しありがとう。頑張ろう頑張ろう。じゃあ読むよ。いか嘘、今の可愛かった。ドラガンさんライフありがとう。ゆうさんファイトありがとう。幻さんハートありがとう。ケースティンさんピカピカありがとう。ヨヨヨヌさん星ありがとう。トシピンさんハートありがとう。ヤクノスティさんメロンパンありがとう。ゼータさん星ありがとう。アペアノッピさん可愛いありがとう。10歳のアピアノッピさんありがとう。明日の朝で楽しい、よろしくよろしく。12のドラゴンさんありがとう。山がウェブおもちゃの素敵な可愛くて素敵な写真集ありがとう。写真集だありがとう。ジュジのひでくんありがとう。12ののりさんとマックキューマイバスターさんありがとう。キューのひやさんありがとう。8のたかぴさんありがとう。写真集につながる一歩としておもちゃ応援ありがとう。心強いです。7位のシュウさんありがとう。仕事でしくじって慣れてたけど安心して元気になって、お元気になれありがとう。忘れちゃいな、もう大丈夫。6位のトシさんありがとう。大好きなモカに可愛いもちを巻いて幸せな一日。明日はモモだけかな待ってるね。5位のふみやとまく夫婦さんありがとう。4位のタレモさんありがとう。3位のケシティンさんありがとう。写真集マジ希望、別になくてもいいぞいやもうありがとう、頑張るね。いいのゼータンさんありがとう。昨日の余韻が明日もよろしくね、楽しかったね。また話そうね、そのこともありがとう。次のふくちゃんありがとう。明日の1、3、2ショットと5位の3回6時間もよろしく。お、いっぱい待ってるよ、ありがとう。おっちゅーもも私めっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございました。また明日から会いましょうね。おやすみ、おやすみ、また明日ゆっくり寝てね。